2003年2月、凍てつく寒さの中、茨城県の筑波サーキットを舞台に新たな D1 グランプリが幕を開けた。練習走行で突然のエンジンブローに見舞われた本命 HKS チーム。ドライバー谷口の表情も冴えない。急遽マシンチェンジで臨んだ予選も、彼らの歯車は噛み合うことなく第一戦が終わってしまった。セミファイナルで唯一の BS デイアペックス今村陽一がコースアウト。決勝はチームメイト同士、熊久保と浅本の対決となった。お互いを信頼し合える仲だからこそできる迫力のサイドバイサイドにギャラリーは大興奮。気がついてみればリニューアルしたアドバンネオバを履くチームオレンジ3人が表彰台を独占するという、横浜タイヤ勢圧勝の筑波ラウンドとなった。最高です。サーキット全体を包み込む一面の銀世界。第2戦の美北ラウンドは予選日からこの悪天候に伴うクラッシュ、横転続出の大荒れ大会になった。ここでは2002年 D1 チャンプウェオが精彩を欠き、なんとベスト16で敗退。優勝は鬼人の走りを見せたオレンジ軍団の田中がゲット。しかしその横にはしたたかにポイントを重ねる今村の姿がちらりと見える。舞台は東北スポーツランド菅生へと移動。降りしきる雨の中、5000人ものギャラリーがこの大会を見守る。前日のナイター予選では HKS の谷口がマシン不調のため生涯初の予選落ちを経験するという大波乱。車のメンテナンスミスだし、仕上げてないまま来たからこういう結果を招くっていう。迎えた決勝日、セミファイナルで今村と上尾が対決。対戦勝率が圧倒的に高い今村はその方程式に習い上を撃沈。思わず拍手も出る。ただし決勝では自らのミスで今村自爆。あと一歩詰めが甘い今村君。ということで第3戦は熊久保が2勝目を飾る。しかしなぜかポイントリーダーは今村の手に滑り落ちてきた。この時点ですでに今村は上尾とのポイント差を24に広げ、上は大きくビハインドを背負うこととなった。そしてシリーズは後半戦へとなだれ込む。こんにちは、谷口信哉です。こんにちは、野村モグテルですというわけでですね、今回、はい、D1 のですね、実戦の映像を使って、それを見ながらですね、我々がこうどういった運転するのか、実際の D1 の映像を使って何、誰が解説するの。そう、あ、そう、誰が教えてくれるの。言うとですよ、誰が教えてくれる。最近、谷口君がですね、私が教えた通り煙をもくもく出すようになったので谷口君の映像から見てみましょう。じゃあ、パクりました、追走の目線だって車の角を見るといいですね。でもこの辺にお姉ちゃんがいたりするとちらっと見るとですよ見るとこうやって暴れたりするとですね、車が。そして今度ダンロップ縁石を見ながらギャラリーをちらっと。シーズンど真ん中、第4戦はここ富士山の裾野で行われた。 D1 グランプリラウンド4富士スピードウェイ。オートサロンパワーツアーとの閉鎖。当然目玉は D1 グランプリ。2万人の大半は初の観戦に胸を躍らせ、コースはご存知、国内有数のメジャーサーキット。ブラインドの 100R を全開で抜け、ヤピン 30R で勝負をつける。さあ、 D1 グランプリラウンド4は、はい、なんと富士スピードウェイ、はい、ナイター予選。すごいです。真っ暗です、はい、よく見えますね。本当に見えるのか。嘘です、すいません
前夜行われた予選では90台がシードに挑めるおよそ20台の枠を狙った。ここを本気でドリフトで駆け抜けるのは四半世紀前の土屋圭一以来といっても過言ではない国際レースコース。各社少ない周回で巧みにラインを探る。だが中にザクカメラマンものけぞるものすごいアタック。ドライバーデウラは無事よって、マシンの破損に比例して観客は沸く。いよいよ本戦、緊張の糸が張る。さあ1本目、アベックスは今村陽一、ここまで48ポイントを叶えてランキング1位。これが絶景一番の走り。いきなりの本番、練習もなく。それでは1回戦ファーストラウンド通過者の走りを好成績順に紹介しましょう。トップはアベックス今村。朝の練習からフロントのグリップ感が甘く、ステアリングさばきでそれを修正。審査員にバレぬよう車の姿勢と速度に集中しているのが分かる。1回戦2番手はなんと 86NA の上尾。富士に合わせたファイナルギアと最高1万回転を優に越すという 4AG で高速コーナーを一気に駆け抜ける。なぜかスタッフへの挨拶も忘れない。そして勝負は追走ベスト8まで順調に進んだが、ここでアクシデント発生。アベックス FD 今村、さあ来ベスト8、1組目今村、そして風間、風間が落ちた。追走では毎回速度を変える今村に追従しきれなかった風間、最悪のハンディを背負う。負けてしまう。対決となりました。因縁です。因縁のワークス対決ですよ。これアペックスワークス対エッジケースワークス、シャウンをかけての戦いになりますね、これ。俺今村にシャウン預けるの嫌なんだけどね。いや本当に一応さ、谷口だって全日本 GT 選手権の300の、ね、トップドライバーなわけだよ。優勝経験もあります。だからやっぱり 100R のスピードっていうのは体で覚えてるし、対する陽一っていうのはレースはやってないけどやっぱり D1 のトップにいるわけだから、はい、同じスピードで出てくると思うよ。はい、これは楽しみですね。うん、来た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 、どうやら出てくるということだそうです。さあ出てきた、この両者の対決、今村そして谷口陽一、まずは1本目ビタビタの状態で入ってきた。いや今ね、新入まではね谷口だったんですけど、はい、谷口ちょっと詰まっちゃったね、陽一にね。若干に詰まりすぎたってのありましたね、ヘアピンにおいてね。詰まっちゃった感じがあるね。2大メーカーの直接対決、 HK ス谷口は実に60キロを超すという巨大トルクでハイギア5速まで上げ、アクセルワークで合わせるつもりだったが、今村のヘアピン減速があまりに大きかったためシフトダウンを余儀なくされてしまった。
どちらかこの2本目で大きなミスをした方が負けということになりますが、さあどうでしょうか。決勝戦入れ替え、いや谷口も冷静だったな今。これでいよいよ決まります、 D1 グランプリラウンド4 in 富士。さあいよいよこれが最後の勝負。いさあ出てきました、まずは谷口、後ろから今村、さあ飛距離できました、角度が若干浅い状態の中で、さあこの勝負はどうだ。加速力では谷口の方が分がいいことを知っている今村、終始離されないように踏んでいく。だが減速区間でブレーキを遅らせるとオーバーランの可能性があるため、多めのサイドブレーキで谷口との間隔を合わせる。優勝したのは今村陽一。ああ今村陽一優勝、準優勝谷口伸輝、見事に優勝今村陽一でした。さあ今シーズン初優勝でシーズン中盤にして2位に24ポイントを離した今村、目覚めたプロ意識は一層の上昇を狙う。後半戦に突入したプロドリフトツアー東北恵比寿、全員が勝ちを狙ってくる場所だ。2003年 D1 グランプリラウンド5 in 恵比寿です。それでは小馬鹿に注意しています、子供と客を大事にしてください。子供と客に嫌われるとお前らは食っていけません。これは俺ぞと一緒です。パンあってスポンサーから金もらえる。じゃあ注意事項言います、はい。最終コーナーので踏んでないと見ません。誰もが完璧な走りができる恵比寿だけに、審査基準が勝敗の鍵を握っている。選手たちは土屋圭一の言葉全てをインプットする。俺昨日見ててね、最終コーナーカウンター当てすぎると車速が落ちてストレートのスピードが伸びないから、これマイナス1点になるかなっていう感じです。だったら最終コーナーゼロカウンターぐらいで出てくるか、あるいは車速が落ちない程度の最終コーナーのカウンターだったら全然問題ない。で1コーナーのラインは2本あるけれども、これはやっぱり追走まで行かないと分かんないかなっていうライン、インカットして入ってくるのとアウトのデンジャラスゾーンで入ってくるのと、これはどっちでも決まったらそのまま通すしね。ポイントリーダーのアペックスチーム、ここで一気に差をつけたいところだ。さすがの地元熊久保もポイント差に意気消沈。上尾は現在5位、この時点では後の優勝争いは想像外。次に出てくるこの男は常に 100% です。現在シリーズランキング第5位ですからですね、はい、上尾です。さあいよいよ降ってきた、上尾が飛んでくるぞ。さあどうだ、ものすごいじゃん、甘いすごい、いやあれはおかしい、おかしい、あれはあんなの絶対狂ってる、絶対スピンスピン、スピンスピン、絶対なんでスピンしないのあれ。1回戦トップは上尾、もはや吹っ切れて己の角度の限界に挑戦している。同時に絶妙なギア選択はエンジン性能を最大限生かしている。スピンするよ普通。おかしいよあれ。これも上尾はね、うん、スーパーマンですねこれさあそして福田博士が来ます。福田博士の本番1本目、あー福田ほら入ればいい、速い速い、アウト1本、速い、かっこいい、かっこいい、ロボってかっこいい、かっこいい、参った、たまげた、イエーイイエーイイエーイ。単走2位はイエロー180でおなじみの福田、ブリスターボパワーに HKS クロスミッションで猛然と加速するマシンを見事にコントロールしきっている。
風間。さあそしてグリーンのマシーン。おい、は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 い、おい、はい、はい、富士から投入したニューカーボディとオリジナルサスペンションとのマッチングは最高潮に達した。ハンドリングは全く安定し、自在に速度と角度を合わせることができる。からは準決勝です。さあ4人残った中から最初の組み合わせ、上尾勝弘対今村陽一。この辺ももう両者本当によく知ったところ。さあ当然当面のライバル今村を破っておきたい上尾、やっぱりそう簡単にチャンピオン決定はさせませんでした。さあぴったりくっついてる、ビタビタだよ、ビタビタ状態できた上尾、そして今村、そらどうだ、差しっぱなし、いい入りっぱなしだよこれ、おいおいおい。300キロを超す車重差をものともせず86に詰め寄る FD 今村は今大会一の集中力を使う。なんだよ陽一のあのスピードは、食い込みましたね、うん、これは64アドバンテージですか、うん、渋6で陽一。さあ入れ替え、今度は今村 FD が前、後ろから86上尾だ。さあどうだ、ちょっとインガーにちっちゃく入ってった、上尾流れた、圧倒的なミス、初めて上尾がここで大きなミスをいたしました。どうしてもね、侵入で食らいつこうとするとあれになっちゃうんですよ。限界状態で追ってくる上尾のスタイルを知っている今村に、助走区間の車間距離で完全にペースにはめられてしまった。アライメントがもう開いちゃってて、もう全然ダメだって、もう探って走ったぐらいで、いいもん見せられなくて、野村さんとぶつかった時にそれでもう全然違ったから、それも、うん、勝負だからしょうがないですね、です。ありがとうございます。そしてファイナルに駒を進めたのは当然というべくこの2人、もはやミスマッチという審査状態になってしまった。さあどうだ、陽一は何も、ああ風間戻った、風間戻った、風間戻った、これが全て同じやり方、あー当てた、今村押した、当てたバカだね、もうあそこの最後の当てたのは関係ないですね、関係ない、あれは関係ない、あの場所はね、あれは関係ない、はい、これはこの勝負決定でよろしいですね。でおめでとう、はい、おめでとう、はい、おめでとう。今村は2連勝で2位を36ポイントも引き離してしまった。いよいよシリーズタイトルに王手をかけたアペックスチーム。今日はいい子だったよ、今日は静かにしてたから、うん、最後ぶつけられてたけど、あ、ゴスってね、うん、怒った、怒った、別に怒ってないよ、今度ぶっ殺す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 、ちゃんと言えよちゃんと名前つけて、はい、終わっちんだよお前ついに九州に来た D1、 百戦錬磨ドリフターの大半が地元だという。さあやってまいりました、はい、D1 グランプリ第6戦、
九州は関谷ヒルズ。はい、ただいよいよ始めましょう。あれそっちのアリーナ、アリーナ、アリーナ、アリーナ元気ないですね。一瞬でも気を緩めると関谷は一気に牙を剥くコースだ。おーい、うわ、はい、大丈夫、戻った。ダメ、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 ダメって村上、車邪魔。多角形コーナーを一本のラインで結ぶとコースアウトギリギリのラインを通らなければならない。さて D1 はどう走る。わずか2ポイント、ベスト8進出で決定する今村、すでに喜びを隠せない様子。追走で1回勝てば終わりだから。余裕なんだ。前回の恵比寿で本当にノリに乗って谷口を破って、そして3位入賞を果たしたこの男、ゼッケン。早い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 。これはおー、ゲンダラスを解け、落とした。これはポイント高いですね。谷口かと思った、あの速さは。いや、谷口以上のスピードですよ。谷口より速いよ。地元勢を一気に蹴散らしたのは福田。前回恵比寿同様、1回戦トップの成績を獲得。わずかなストレートでの加速は審査員をビビらせた。パパ浅本雅俊、パパ第一戦の開幕戦の2位以来、なかなかいいポイントがありません。2番手は切れた走りでおなじみの浅本。基本的にコースアウトしたとしてもへっちゃら、だから踏んでいけるのだ。いや多分ね、あれはね、ザクを殺しに行ってますよ。ブリッツワークススカイライン、野村健だ。バイケーさあ、ブメ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 、戻らない、戻らない、いった、すげー、いったよ、本当に同じ人を戻った。やばいっすよ、ルイって腕に引っ張らせる。3番手は地元トップの野村健。目をつぶっても走れるほどのこのコース、サウンドとスモークに観客は一コロ。出てまいります。これが重要な1回戦ということになりました。アペックスワークス F2 今村陽一、対するは吉岡俊樹。この吉岡俊樹を破った時点で今村の2003年度シリーズチャンピオンが決定します、はい、そうですね。それを阻止したい吉岡俊樹。吉岡燃えてますよ。前を行くのが白の F2 今村陽一、後ろからオレンジの吉岡俊樹。1本目入ってきた、入ってきた、入ってきた。これは吉岡もついていく、吉岡もついていく、吉岡いいじゃないですか。これは吉岡も負けてはいない。ゴム、さあ、で86の方がね、はい、マシン的に軽いから、そうですね、3コーナーで詰めなきゃいけない。これが大事な一戦。前が吉岡、後ろから今村陽一。さあ、ベタ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 、ベタベタ食い込むぞ、食い込むぞ。今村が食い込んでくる。あー、今村戻った、今村が戻った、今村戻った。これは今村くっつきすぎ、今村戻った、戻った、決定です。ベスト8進出は吉岡俊樹。吉岡、今村陽一敗れました。今村ちょっと詰まりすぎちゃったね、今詰めすぎ、詰めすぎでしたね。さあ、詰め、とんでもないことになった。ベスト8今村敗れたり、詰めすぎてしまった。こうなりますと熊久保上を優勝しかありません。なんとしても優勝したいところ。なんとノーポイントで終わってしまった今村。不然とした態度で審査席を睨む。この一戦分が泡となって消えた。一方、地元上はまさに背水の陣。一戦一戦を確実に叩いていくつもりだ。すげー、おかしいよ。いや、あのね、
車速が速いんで角度をつけて落としたんだ。スピードを調整した感じですね。アドバンテージ上をですね。入った。さあ平岡がインよりでインよりで入っていく、インよりで入っていく。しかしジョージ角度上を。当てた。当てた。あそこで当てちゃいけない。マフラーが潰れ、一時走行不可能となってしまった。ただ後ろから当てられたけど、まあ、回避できない自分も悪いし、そのはしょうがない。ベスト8に勝ち上がってはいるが、走行開始に間に合うのだろうか。罪の意識か、トラストクルーチーフまでもが修復を手伝う。さすが悪いと思ったんですかね、トラストのメカニックも上尾のタイヤを運んでますよ。いいことですね。うん、愛です。そう。ドリフトはお前だけだよ。やめてくださいそれ、お願いだから。本当にやめて、お前だけだよ。さあアクセル全開だ。ええ86マクボ、そして86がインから入る。おー、戻んない、戻んない。その後も上尾の快進撃は続ける。だが王者マクボにはあっさりとサドンデスに持ち込まれる。さあどうだ、食い込む。おー、あの角度だよ。ちょっと戻ったね、今ね。ちょっと戻った。入ってった。うわっ、俺はサドンデスが見たい。あ、すいません、普通ね、お客さんに聞くんですけど、今度はうわーうわー、上を入ってる。上を必死で食い下がる上を、集中力は絶好調に達し、見事に準決勝の座を勝ち取る。さあ、はい、いよいよベスト4、決勝進出をかけたこの準決勝、シリーズチャンピオンへ向かって上尾は勝たなければいけない。そうですね、まだ残ってますね。そうですね、決まりなんですね。はい、負けてしまったらダメです。上尾はシリーズチャンピオンがかかってる。ビタビタに来た。さあ吉岡、そして上尾、早い早い。大丈夫だ。うわー、転倒。うわー。やめて。やべー。舞い上がっただろ、車が。いや、上尾もよくよけた。うわ、上のよくよけた。上尾よく入んなかったな、そこに。上尾はもう、ね、見ていっちゃうんですよね。一緒に入っちゃう、ね。普通は吸い込まれるの。だって逆にくるくるっと回ってますね、今。右回転。そうだよね、こっちに。左回転じゃないですよ。そう。ところがしぶとい吉岡、あれほどのクラッシュをしていながらもわずか3分で修復。一体どうなっているのだろう。手の痛みも収まる前にスタート準備が整う。決勝進出をかけたこの大事な戦いで、まず大きなミス吉岡。普通にやればいいの。普通に。さあ上尾が普通にドリフトをしてくるぞ、してくるぞ。吉岡も、吉岡よくやった。吉岡に拍手ですよ、これは。吉岡拍手。しかし勝負としましては、これは上を最低でも2位に上がってきたということはですね、これはチャンピオンの可能性を残しました。最終戦に残したということですね。残しました。いつの間にか上をとトラストのメカニックは仲良しになった。さあよろしいですか、皆さん。さあスタートしていきました、ラウンド6。これで決定するかどうか。最終コーナー、まずアウト側、上尾勝弘、そしてイン側に浅本正俊。1本目に入ります。はい、エンジンがうなる上尾、ものすごい角度だ、ものすごい角度。そこに食らいつく浅本。浅本浅い。あーと、食いつきました。かなり食らいつきましたが、若干1コーナーの飛び込みから2コーナーにかけて浅いと。浅い、全然浅い。いう状態がちょっとアドバンテージ上尾に行くかなというところですね。はい、今のは狙いすぎました。あの角度はちょっと狙いすぎ、ちょっと弱いね。久々の優勝チャンス、浅本の気合の一撃で迫る。さあアドバンテージ上尾というのがつきました。しかし大きな差ではないという状況の中で、まず浅本、そして後ろから上尾勝弘だ。さあ上尾がインから食い込む、上尾がインから食い込む。決まった。もちろん負けてはいない。しかし上尾がすごい食い込み。気がつけば今村の脅威に達した上尾、この一本
今村に追いつくかもしれない。それは今の上尾にとって邪念以外の何者でもない。前に走るオレンジの FD に全てを集中し挑んだ。今村に18点差まで追いついた上を、次優勝すれば20点、逆転の可能性はある。1回戦で今村が負けた、それを見た時、それは全然そういうのは意識しない。だってそのまだ18ポイントあるわけだから、勝ったとかそういうレベルの話じゃなくて、じゃあやっと首皮1枚でつながったっていう感じだから。逆に2003年、 Day1 の決着はここ筑波でつく。それでは参りたいと思います。2003年 D1 グランプリ最終戦を行いたいと思います。実際のドラミでは毎回一つ土屋流を教わる。あとそれのファンも、今日入ります。前の対応とマスコミの対応をちゃんとするように、はい、では以上です。頑張ってください。時間を言うんで。ズバリつくばは S 字の角度とスピードで、その先ヘアピン以降のリズムが決まる。 D1 切手のテクニカルコースでもある。90台を超す前日予選日のシードフリー走行で重大なトラブルが発生した。前回を教訓に気を引き締めてきたアペックスチーム、 FD の異常に間もなく気づくことになった。関谷からトルク増強のためノスを吹き始めたのだが、テストの甲斐もなくここでエンジンブロー。チーム全体が動揺し始めた。一方上尾は会長そのもの。翌本戦日、アベックス本社でチェンジモーターを行い、朝の練習に間に合わせた。谷口をべったりマークする。快調なエンジン音に徹夜の眠気が一気に吹っ飛んだ。ところが今度は上尾がそそくさとピットインしてきた。なんとミッションブロー、しかもエンジンのフケも悪い。エンジン調子悪いんですよ今度は。エンジン4日前にブローしたやつで急遽乗せてきてるじゃないですか。調子悪いですね急に。もう嫌になってきて。上尾の情報を聞きつけたアペックスチーム、早速今村に状況を伝える。昨日ね、スタッフのみんなすげえ頑張ってくれて、一晩中かけて今日の朝直して持ってきてくれて、今走ったんだけど、とりあえずノスは深くないんだけど最高にいい状況。とりあえずあとは気持ちの問題だけだと思うし、こんだけお客さん入ってるから次は、ね、気持ちも乗ってるし、勝ってね、チャンピオン決めれたらいいと思うし。シードクラスがスターティングリッド、これストレートの方にもうすでに並んでスタンバイしています。いよいよここから2003年 D1 グランプリラウンド7最終戦1回戦が始まります。1コーナーを立ち上がってきた。ここから全開スピード加速を乗せて、そして S 字の1個目もうここから振ってきて、まずクリップを取った。そして S 字の2個目をかすめ、これは全く、いや音作りというのもすごく意識してますよね。音が消えない。1回戦の成績は3位だが、エンジンが快調に戻っただけでも今は満足だ。嬉しくて声を張り上げる今村、走り屋としての本能が蘇ってきた。角度がつくようなセッティングになってるもん。そうですね、うん、楽にコントロールができるという感じが見えます。さあ S 字の2がこのスピード、いいね、ものすごいスピードで入ってきて、ヘアピンの進入をこの角度で持ってく持ってく、この煙、これがアドバンネオバの煙なのか。飛んでるよ、これがすごい飛んでるよ
このブラックマークの多い中、谷口のブラックマークだけ唯一残ってますよ。ものすごいトラクションかかりながら煙って意味が分かりませんね、これ。あれだ、一つ高いギアで余計こう回転させるんでしょうね。この最終戦一番の走りを見せたのが HK ス谷口。その角度と煙はレーサーとしての走りからプロドリフターとしての走りに変わっていた。ところでしょうか。来たね、上をミッショントラブル、その交換に時間がかかりました。さらにエンジンも不調という不安があった中での、いよいよ1回戦、ここから本番ということになりますが、さあスタートしていきそうで、スタートしていきました。あ、吹けない。エンジンの音はバラバラバラといった状況の中でスタートしてった。今の心中どういう状況なのか、上を勝弘。エンジンダメだね。さあ1コーナーから立ち上がってきた。おお、吹けてる、吹けてる、吹けている。来た来た、来ました。これはまず浅めに来た、奇跡が起きて、そして蹴ってきて2個目、ものすごい角度で進入してきた。ちょっとだな、吹けていない、吹けていない、これは吹けていない状況で、もう一発にかけているという上尾の走りです。吹けない、大変なことになりました。この1回戦チャンピオン争いに絡んでおります、鉄拳2番の上尾和弘、このままでは決勝進出ならないと拍手が分かります。拍手が沸き起こります。上尾和弘、辛いですね、最終戦ね。これはかわいそうだな、ちょっとな。いやー、これは土屋さん、これで決定ということになりますね。チャンピオン争いしたかったんですけど、結構こういうことになっていて、後に原因はコンピューターの配線不良と分かった。この時点をもちまして、今村陽一の今シーズンのチャンピオンは決定ということになります。しかし最後の最後までですね、それでも諦めずに頑張ってくれた上尾克弘にも拍手を送ってあげてください。はい、さあということで、土屋さん、はい、いよいよ16人コースインいたしました。はい、ベスト16コースイン、今度は谷口にもトラブル発生。明らかなエンジン不調にメカニックも慌てる。今どっから、今そこでレブパパパって打ったらすごく吹けなくなった。レブ打ったの、ギアをね、ギアで打ったらレブでバババババって、すごく吹けなくなった。プランがあるスペア、はい、レブ当たってからあれしたらしい。プラグ潰れてるから、プラグ持ってきてないです。プラグ持ってこないから。ナンバー、プラグどころマシンごと交換することになった HKS チーム。やばいね。スピーカーといえどもセットアップが一切されていない車に戸惑う谷口。ベスト16、谷口伸晃対三木隆二の対決。さあどうやらボンネットも閉まりました。ゆっくりと動き出しました、ゆっくりと動き出しました。入りました。あー、見た見た、まず大きく打ってきた谷口。大きく打ってきた、角度で谷口、もうロスの角度で谷口が来た。あーっと感覚で決めた三木隆二、角度での谷口。さあまだ1本目終了。雰囲気的にはやっぱポンちゃんの車の方が調子もちろんですよね。さあ入れ替えてスタートしていきました。さあやってまいりました2本目。まずミキ、あーミキ取った、ミキまっすぐに戻った。そして谷口が詰める。谷口強引に持ってった。谷口ドリフトしてない。ちょっと詰めすぎたところで谷口も戻りました。はい、ドーブです。わかりました。さあということで、はい、1組目サドンデスに入ります。シーケンシャルからドグミッションになれるのに数週もかからなかった。
サドンデスに持ち込み、徐々に勘を取り戻す谷口。それでも食らいついていく。ミキ、どうだ。これも微妙ですよ。ミキ。クラッシュ。クラッシュ。この勝負、谷口伸てる。ウイング取れちゃいましたね。ちょっとインに入りすぎちゃって、ね、やられましたね。今ね、いや、谷口相手にいい戦いしたよ。いや、五分でしたからね、決めきれませんでしたから。もうどうにも慣れって感じで思い切りいってたんですけど、ミキも結構前線というかね、いい勝負でしたね。一方、優勝決定で自由になった今村、もはや捨て身のドリフトで関谷の屈辱を晴らす。入ったよこれ。準決勝の対戦相手クマクオは自滅し、谷口はファイナルへ駒を進めた。あー、ミスったクマ、ミスった今村、寺崎相手にも全くアクセルを緩めない。今村大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。本気でシリーズチャンピオンに腹を添える覚悟だ。アクションがいいからな。まあ俺は俺のスタイルで行くしかないね。シルビアのこのアングルの深さで行くしかないね。ただの女好きじゃないよ。決勝グリッドに並ぶ2台は共に王者の資格を持つ者。どちらが勝ってもおかしくはない。さあスタートしていきました。さあいよいよ始まりました、ファイナルの1本目。谷口伸輝、今村陽一の対決、どういうことになりますか。まずは谷口が前、後ろから今村陽一が追いかける形で現れました。最終戦の決勝にふさわしい大会ですね。さあくっついている両者が思いっきり出てきた。ビタビタで今村食い込んだ。ゼフィー回ったよ。陽一攻めすぎだ。今のは気負った今村。最後まで攻めることに徹した今村、相手が谷口であろうと腹を刺す覚悟で挑んだのだが、待ってるよね。あ、待ってますよね。え、ミスしてますね今ね。終わった、ミスしてるし今。何、え、相手がどうなったの。いやだけどね、いいですねこれ。陽一が 100% で来てるから、見てて気持ちいい。いいですよね。 100% を超えたところで来てますよ、もう。いやこれね、裏の走りを見ててもね、この2人ノリノリですもんね。すごい勢いでまた最終コーナーに帰ってきた。そしてドリフトしながら最終コーナー、4速で人がいっぱいいるのに、最終コーナーにあんなに人がいるのにそのまま行ったよ。あれね、真似しちゃいけないんですけど、危ない危ない。OK ですよあれ。さあこれが2本目だ。これで勝負が決まるかどうか。最終戦、ね、谷口もバカだからまた思いっきりしちゃうんですよね。入れ替えて今村陽一、後ろから谷口伸てる。さあ S 字入ってきた。ビタビタで谷口くっついてきた。今村陽一、そして谷口、これは頭を使った。谷口食い込んでこない。これで勝負決まりました。どうですか。いや嬉しいですよ本当に。あ、勝ったんですか。あれ勝ったんだよね。なんで分かったんですか。いやなんか勝利を確信した谷口、歓喜のあまり暴走少年に逆戻り。頑張った陽一、チャンピオン、チャンピオンありがとう。資格があったということが言えるのが今村陽一。よくやった、よくやった。悔しい今村、泣き。危ない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 。
むちゃくちゃだよ。どうなっちゃってんだこの男。アペックスワークス、そしてエチケースワークスの両者、岩村と谷口、素晴らしい戦いでした。この最終戦、はい、優勝は谷口伸輝。見事今シーズン最後で初優勝。初優勝ですね。はい、谷口に一言いただきましょう。谷口、初優勝おめでとう。ありがとうございます。最高に嬉しいです。最後の今村との対決はどうだったのかな。まあ陽一は追走が早いからとりあえず自分の走りをしようと思って、いや本当にでよく頑張った。泣きそうだよ。おめでとう谷口。谷口よく頑張った。よくやった。シリーズチャンピオン、はい、今村陽一。イエーイ、おめでとう。陽一チャンピオン、よくやった。天使アホ、すごいすごいすごい。今日はすげえいい走りで、2人ともいい走りで、陽一はもうスピンしちゃったけど 100% でいったのは俺らに伝わってくるから、攻めるしかないと思ったし、谷口君でやるときなんか絶対ね、守りのチャンピオンなんてね、そうそうそう、嬉しくないよ見てても。攻めなきゃ絶対ね。そう、いい戦いだな。後半9時からといいな、乗れてきたんで、うん、すげえいいだな。来年はチャンピオンに帰れてきます、うん。ドリフトはレースとやっぱり違うのはチームと、あとそれを手伝ってくれるフォロー部隊とドライバーのコミュニケーションがよく取れてないとやっぱ勝てない、うん、だからそういう奥深さがやっぱあるんですね。だからうちのチームはものすごくその、まあ、ドリフトを D1 を戦っていくチームとしては胸を張って一番ナンバーワンじゃないかな、そういうふうに思ってます。男たちの D1 への情熱と力、全てはこの最終結果が物語。プロドリフトの世界、賞金金額はドライバーの立派な評価の一つでもある。2003年 D1 グランプリは海外にも飛んだ。エキシビジョンというノンタイトルマッチだが、ファンの声援は世界一だったかもしれない。Are you ready?ドリフトは今や世界共通の自動車文化の一つ。見るものを狂わせる魔力、ドライバーのその興奮と同じだ。今度は入れ替えで上野の前だ。後ろから谷口が追いかける。上野行け、あー危ない。 OK、 そう、上野かっこよかった。上野はかっこいい。上野のいいところは、はい、いっぱいいっぱいで行ったこと、ね、うん、谷口の対戦相手を決めるもう一組、今村、そして上野だ。ベックス今村、そして後ろから上野が来る。今村がいい状態で入ってきた。上野、上野来た。上野が入ってきた。いよいよ決勝戦ファイナルです。谷口対上野の対決、1本目入ってまいりました。2001年度の D1 チャンピオン、そして2002年度の D1 チャンピオンの対決になったこのファイナル。さあ谷口、まずは、そして後ろから上尾、さあインガーに来た上尾、いいよ来た。これは動じなかった谷口、強弾から来た。さあ後ろから谷口、どうだ、決まるか、インガーに入った。これは決まらない。ガラリーはワンモアタイム、ワンモアタイムを連呼する。アウィンデールスピードウェイ、これでは勝負が決まらないのか。
ね、みんなうまいね、すごいねこれね。小出さんもそれを昔うまかったじゃなかですか、ね、あれも結構うまかったとですよ。2004年の D1 グランプリはお台場から始まる。1月のプレシーズンマッチを皮切りに4月9月と3度開催。そして3万人が熱狂するアメリカラウンドがついにシーズン戦へと浮上。今年も変わらずゴールデンウィークは都合カートコースでの開催。ドリフトの聖地恵比寿では7月10月の2戦が組み込まれている。8月は初開催のオートポリス本コースで広々ドリフト。そして11月の最終戦、シーズンの締めはもちろん筑波サーキット。初開催コース続々登場で今年も目が離せない Day 1 グランプリ。しっかりスケジュールをチェックしておこう。ますます人気上昇中の D1 グランプリが一冊の本になった。シリーズチャンピオンマシーンの大解剖、シリーズ一戦ごとの結果から D1 選手の細かなプロフィールまで、 D1 のことならありとあらゆるネタがぎっしり詰まっている。2003年の D1 を語るなら外せない一冊、 D1 グランプリイヤーズブックは書店コンビニで絶賛発売中だ。シリーズ後半戦よりスーカー体制で D1 グランプリに臨んだ HKS。 新型2号機の走りと変身した谷口のドライビングスタイルに審査員は驚愕した。1号機と2号機って見た目は似てるけど結構違うんですよ。同じパーツを使っていってもやっぱりかなり違うんですよ。ただ勝つこと、それだけの使命を受け誕生した RS2。 極限まで絞り込まれたウェイト、全く無駄のないパーツレイアウト、全ての作りにおいてこの車の本気度が伝わってくる。コンセプトはまさにレーシングカー。そのマシンの進化を探る。去年02年のメンバーと今年03年のメンバーがちょっと変わったのがあって、開発組からレーシングの人たちに、ちょっとメンバーが変わって、1号機は開発の人たちが作って、2号機はレーシングの人たちが作ったんだけど、まあ、レーシングの人も最初は
ドリフトってものがよく分からない状態でやってたじゃないですか。で途中から、まあ、ドリフトってはこんな感じかっていうのが少し分かってきて、で車をちょっと作ろうって思ったみたいですけどね。新しく HKS が2号機を作りました、第一印象ですね、もう一目見てね、超かっこいい。なんかどんどんレーシングカーになってきてるけど、作りがすげー綺麗で、なんか本当なんかワークスっぽくなってきたというか、かっこいいなって感じ。まあだから最初の辺は2号機ができてきたけれども、1号機でちょっと当分とりあえず行くぞと。1号機と2号機でどっちが好きかっつったら、まだ1号機の方が好きだったんですよね。基本的に似たような動きはするんですけども、なんとなくあと1本あと少しのところが1号機の方が乗りやすかったりしましたね。イベントの性質上、特にコースアウトとかが多いものですから、基本的に冷却系は全部できるだけ真ん中に近づけてコースアウトしても、その辺が傷まないようになってます。あのね、裏話、あっちの1号機はね、HKS がハンドル買ってくんないから、俺のシルビアの取ってね、つけて、そのまま取られちゃったんですよね。2号機はと新品のハンドルになりました。これ裏話です。まず大体どっちの車出るかっていうのを先に決めて、でそのメインで使う方の車でセットアップしていくと思うんですけども、でそれで得たデータをだいたいもう一個側にも反映するという形は取ってるんですけども、例えば足回りだけじゃなく、ウェイトを積んでみたり、あのトランクの中にですね、こう重りを積んでみたりとか、そんなこともやったんですけど、富士も本当だったら2号機で行きたかったんだけども、まだちょっとテストも足りないし、とりあえず1号機で行くぞと。変わってなさそうで全然違う、一体どこが違うのか、この2台を徹底チェック。ワイド化されたトレッドやエアロパーツ、ミラー、ウィングなど正面からではほとんど見分けがつかない2台。インタークーラー位置は2号機が大幅に後退、クラッシュ時のトラブル回避と重量配分の適正化を目指してのものだ。2号機のオイルクーラーは室内のリアシート下に配置、機能的な部分は常に変更が加えられた。後ろからでは両者の違いは全くわからない。タイヤサイズやホイールオフセット量もほとんど同じ。横からの2台の違いは赤と黄色のリアホイール、サイドのカッティングはトライバル柄と呼ばれるデザインだ。エンジン仕様はタービンサイズの変更のみ。ただし2号機はラジエーターとインタークーラーが大幅にセンター寄りなのがわかる。2号機はタイハウスを作り直してサスペンションストロークを確保、各部に補強板を溶接して部分的なボディ補強を施している。センターコンソールに各スイッチ類をまとめ、整備性を向上させている2号機。コンセプトはまさにレーシングカーなのだ。必要なものだけをドライバーに情報として伝える。メーターの配置も市販車の延長ではなく完全に新設計された。シフトの上下だけでチェンジ可能、ドライバーの集中力を妨げないシーケンシャルミッションを2号機に装備。ボディに補強板を追加しロールケージをはわせる。補強と安全性確保のため A ピラーまでバーが延長された。限られたスペースを拡大して有効ストローク量を大幅に確保している足回り。2号機ではピロアームを何回も作り直し、メンバーの位置も変更してジオメトリーを適正化。思い通りに動く車が完成した。いやー、出てきたファイナル、これで決まります。アメリカに1号機を送って、それで、まあ、1号機アメリカでちょっと壊してしまって、まあ、2号機しかないと。で石屋ヒルズもあったし、その辺で2号機ばっかりやってたわけなんですけども、まだちょっと基本的にずっとアンダー傾向だったんですよ、 HKS のシルビアは。1号機も2号機も最終戦のつくばの前にやっといいポイントが見つかったんですよね。それはまあアライメントというかジオメトリーの部分ですごくいい部分が見つかったと。ものすごく乗りやすくなりましたね。僕の走りっていうのは速さはあっても見ててかっこいいとか観客の人をうおーって言わせる走りじゃなかったと思うんですよね、まあ、だから実際周りの D1 ドライバーのね走りとかもすごく取り入れてというか、人のいいところは盗もうと、例えば上尾の
角度とか切り返しの速さ、それから野村さんの煙とか、あとは僕の持ち前の速度とか、いろいろ取り入れてた方がいいんじゃないかなと。僕も進化していこうと、 D1 が進化していってるから僕も進化しようと、そういう辺を思いましたね。今その2号機に関してはものすごい自信があるんですよね。でだから2004年度を、あの2号機で戦う限り必ずいいとこにいるんじゃないかなと思います。ワンランク上のドリフトを目指して徹底的に作り込まれた RS2、 2004年はエチケースと谷口が最も怖い存在になる。 D1 ファンなら泣いて欲しがるパーツがザックザク。さあ、今外したてホヤホヤのアドバンネオバ、これをですね、抽選で1名様にプレゼントしたいと思います。外したてと言いながらもね、サイズはあなたの好きなサイズをお送りしますよ。谷口の激しい走りを支える秘密、アドバンネオバを1台分。トップシークレットからはこの S15 用のフロントバンパーを1名様にプレゼントします。皆さん金色かっこいいと思ってるかもしれないですけど、塗ってないんで、塗りたい人は僕のところに塗りに来てくださいね。クラッシュにもめげないバンパーだったらこれ。 T&D からは、今一番話題の一番効くっぽいパッドをね、1名様にプレゼントします、車種はもちろんサンバルソワラじゃなくてチャンピオンのね、FD 用のパッドをプレゼントします。じゃんじゃん応募してくださいね。ウエチンは自信なさそうだけど、引きはかなりのお墨付き。エンジン不調なんてどこ吹く風、会場にフレッシュエアを取り込むエアクリだったらこのサスパワー。今回のエアクリはニューラスマーク付きの超限定お宝だぞ。世界のラジコンメーカー横野さんちが速さも兼ねてるドリフトラジコンを作っちゃった。バッテリープロポ付きの速度仕様なのだ。野村さんも来れば。いやいや、おいではもうすでに L サイズバイ。不純の強いあなた、ボーボー待ってます。おい、こんなの動くじゃねえ。おい、普通じゃ絶対に見られない超豪華 D1 マシンの団体ドリフト大特集。ハプニング盛りだくさんの永久保存版映像がぎっしり詰まってます。あのルーレット方式って何ですか。毎度おなじみノムケンとルーズ小林が送る痛快ドリフトコーナー。今回はなんと無謀にもいきなりドリフト大会にチャレンジ。果たして小林さんの運命は。ここからだ小林さん。そしてついに第1回ラジコン伊賀隊を開催。おなじみの審査員を迎えて真面目に審査ぶちかましちゃってます。おかかかかか、おー関東大会、関西だよ。ある意味デモリッションレース、雨のイカ天関西大会。 D1 審査員のドリキンだってここじゃただのおっちゃんです。ドリフト天国ビデオボリューム19は書店、コンビニ、通販で絶賛好評発売中。2月1日月まで何かが起こる。公開録画、爆笑団体ドリフトからスーパーラップまで、ビデオオプション読者にはたまらない一日が待っている。ところで通販姉ちゃんはどこ行ったの。